よいしょ。よいしょ。いや、三木田さん。どうしました？いや、どうですか、最近。いや、最近も忙しくて忙しくて、ちょっと。そうなんや。そう、なんか珍しく仕事させられてまして、はあんまりハローが置いてないんですよね。はあ、なんかでハローの方にもあんま事件がないじゃないですか。そうなのよ。あんま事件なくてさ。まあまあ平和なうちに、ちょっとこっちも油断させてもらおうかなと。ああ、何があるかわからんからね、今後。はい。ちょっとこういう時にちょっと、ね、やっぱ仕事の方しとかんと。うん。やっぱなんかあったらもう休みます。ちょっと卒業あるんで行きますとか言っても、ポンポン休んじゃったから。この、先々月あたりは。ああ、なるほどね。そうなんですよね。いや、なんか、宮崎さんが、ね。あ、ご結婚されて。うん。もうこんな携帯のカバー拭いてる場合ちゃうわ、綿棒で。あれはでもなんか、さらっと発表がありましたけど。はい。あれはでも、その深いオタにとってはきつい話なんやろな。まあまあでもね、卒業してるし、うん、そんなにダメージはないのかな。うん、どうなんですかね。ガチの床にあおたをもう久しく見てないから。もう絶滅したんじゃないかって噂もありますからね。宮崎さんって、M-lineなんですか？なんじゃないですか？あ、そうなんや、やっぱ。なんかちょこちょこ出てませんでした。そうか。M-lineですか、あの人も。うん。多分そうじゃないですかね。だってあれがあるじゃないですか、あれが。なんですか？伊勢レイラちゃんと一緒にやってた。何を？松原健志 with 伊勢レイラ&宮崎優香があったじゃないですか。あ、やってた。夢を抱いて走る。やってた。名曲。謎のハロメンを使うっていうやつね。やっぱり松原健志 with で入ると、ああ、M-lineなんだ。まだ元気なんだってやっぱ思えるから。安心ですよね。なるほどね。この間、久々にあれ見たんですよ。サンデーモーニングっていう番組あるじゃないですか。ああ。うん。ひどい番組。サンデーモーニングって、別にモーニング関係ないやつですよね。関係ない。カツだってやってるやつですよ。そう。ハロモニじゃなくて、サンデーモーニング。はい。びっくりした。モーニングっていうかなんか、ハロ関係あんのかな？全然関係ないんですけど、なんかたまたま見てたんですよ。だからまた張本がヨボヨボになってね。うん。で、なんか上原と二人で出とるんですわ。ああ、そうや、上原入ってね。で、なんかこの間、モルツ球団と、はい。過去のなんか、もう、OB でしょ。OB か。みたいなのが、往年の有名な。はい。あ、やってましたね、なんか。なんか草野球みたいな感じで、東京ドームかなんかでやってるんですけど。ありました。なんかもう全然鍛えてへんしさ、もう昔有名やった人が、もうなんか草野球みたいなのをお金取って客入れてやってるんですけど、なんかもう、きっついっすね、あれ。まあ、もう見てらんないですよね。いや、それこそなんか、村田兆治とか、みたいに、こんなヨボヨボやけど、140キロ、130キロ出るんやってやつが出たらまあいいんですけど、そう。もう、もしくはかつての野村克也のように、もうほんまにヨボヨボやんけ、みたいなやつが出たらおもろいんですけど、なんかもう、微妙な見てられへん人ばっかじゃないですか。そうなんですよ。なんか球速ももう速くないし、もう、なんか、これは、何を見に来とんのにやろうなっていう、ねえ、思って。そう。で、レジェンドマッチ言うて、レジェンドが出るのはまあいいんやけど、で、結局そいつらではもうできへんから、こう数合わせになんか、まだ引退した時は42ぐらいの、でもお前レジェンドかみたいな、誰お前みたいなやつが数合わせ入れられてて、で、大体そいつら活躍するんですよ。まだ体動くから。最近引退した、上原って引退したんですかね？上原も引退しましたよ。最近引退した上原と高橋由伸が対決するみたいなのをやっとるんですけど。まあまあまあ。まあでもさ、まだ見たいかな。まあでもいくら、その、さあ、まだ球が速いっつったってさ、プロの時の球とはもう全然違うわけじゃないですか。どう見ても。まあね。うん。これほんまきついなーと思って、そのニュースを見てたんやけど。うん。なんかこれ似てるなー。なんでだどっかな。いやー、もう持ってくんやと思ったわ。M-line 的なやつに。どっかのあれに似てるなーと思ってさ。まあやっぱ引退とか卒業したらやっぱあんま見るもんじゃないなっていうのはありますよね、やっぱりね。そうだよね。最近謎にさ、稲葉さんがさ、好きって言ってよ、謎に一人で踊ってるっていう。あった、精力的に活動してらっしゃる。あれでしょ？あれは、なんなの？あれは。いや、あれはだから、その、稲葉に好きって言えるチャンスですよね、あれは。どういうことやねん。いや、好きって言ってよって言ってるわけやから、もう、まなかん好き好きってやっぱり言ってよっていうことやから。いやー、だけどその、なんていうの、あの曲ってほら、やっぱみんなマリンでさ、ね、マリンが一人で歌ってるのが良かったんやんか、あの曲。ああ、そんなこともありましたっけね。そこを同じ曲で邪魔してくるか、こいつと思ってさ。いや、まあまあ、やっぱ稲葉さんはちょっと現役感をやっぱ出してらっしゃるから。現役感を。だけど、それやったらやめんかってよかったやんか。いや、そうはね。同じことやってんねんだろ。でも、やめるやめないで言うと、やっぱ稲葉さんはもう一回ごちゃごちゃしてるから、もう逆にええかなっていう。やめると見せてやめへんやつや、いつものっていう気にもなってるんでね。で、いいんですよ。別にそのソロ活動するのは全然いいんですよ。勝手にやったらええかなと思うんやけど、別にそのジュースの曲やらんでよくないっていう。まあそうなのよ。まだまーちゃんの方が頑張ってるやん、それやったら。リンドンとかやってさ。まあね。稲葉はもうその、なんか、やるんやったら、その、みんなも作ってあげたらいいのにっていう。そうなの。尾形梨沙にあんないっぱい作ってんやから。尾形梨沙結構ええ曲歌っとるやんか。梨沙丸に力入れてるんやったらさ、やっぱ稲葉にも作ったったらええやんっていう。あれなんなんやろうと思って。めっちゃ気持ち悪いなぁと思って。稲葉がしかも本気で踊ってるからさ、膝が割れたジーパンでさ。やっぱ稲葉はほんまこっちを狂わせてくる魔性の女ですよね、本当に。もうなんやねんこいつって思いますもん。だからほんまいっそ結婚してほしいんですよ、稲葉にはもう早く。結婚は全てじゃないとは言うけどさ、もう落ち着いていただきたいなと思ってるんです。でもそうやって言うけどさ、別にその、惑わされてるのはそのあなただけなんですよ。僕は別に惑わされてはないんですよ。そうなの？みんななんか惑わされつつも、ついつい見ちゃうなーっていう。それはないんですよ、こっちとしては。そうなんですか？そうですよ。だってそんなもう、嘘の喘息でやめた時点でもう信用してないもん。はっきり言うな。はっきり言うてもうかな。それを。その頃から信用してない。最近はもうほんま仕事も忙しい、もう毎日正直くたくたなんですけど、なんかツイッターとかペペって見てたら、あれ、稲葉なんかやっとんだみたいな。見て、そんな感じか。何やねんこいつって言ってぐっすり寝るっていう。そういう、あれじゃないみんなそんな感じで見てんじゃないんですか？そんなやつあんまおらんと思う。違うの？そんな見方してない。そんなくたくたやけど、稲葉だけは見てまうなぁ、なんやかんやでっていう。あれじゃないの？いやもうなんかもう違和感でしか見てないのよ、こっちは。そうなんですか。こいつなんやねんっていう。まあ、そうでしょうね。だってなんやねんやもん。何真面目な顔で前の曲歌ってんねん。あいつはほんまにもう、なんだ、ずっとなんやねんっていうやつやった気もするんですけど。そうですよ。もうあんまついついちょっと稲葉のやることだから許してしまうというか。ちょっと新田さん、まあ、考え言うならっていうね。もう山田さんもちょっと甘いんだよね、稲葉には。ちょっと。なんかいや、だからもうこれ言っちゃいますけど、もう童貞上がりは稲葉に弱いんですよ。なんでなんなんでなんああいう女に振り回されたいっていう欲望がすごいのよ。ある種の人にとっては。そうなんですか。そうなのよ。そんなこと言ったらみんな同じね、それ上がりやと思うけど。いや、まあまあみんなそう、初めはそうだったんですけど、いや、やっぱ騙されてきましたから、ああいうのに。そうなの？だ、ああいうのにだから騙されてきたことによって、普通ってちょっと傷つくじゃないですか。へこんだりとか。でもそれを、やっぱ体の防衛本能、精神的な防衛本能で、いや、あえてやで、これも楽しめるでっていうふうに、こう、日常的に体を改造していくわけですよ。そしたらもうその癖がついてしまって、もう逆にそういうのをもうちょうだい。ああいうもうなんやねんっていうのを逆にちょうだいっていう風になってしまったんですね。そうなん？悲しいサガと言えますよ。その心理はもうようわからんけどやさ。ほんまですかね？これわからんかな。いや、山田さんに言ったら分かってくると思うんやけどな。山田さん分かるやろ。まあ山田さんに言ったらなんかもっとこう上のわっきょうなこと言ってきそうで怖いんですけど。もっと変態なんかいっていうことありそうですけど。ね、まあだから辛い時期が長かったんやな、二人はと思って聞いてるんですけどね。まあモテてこなかったからね。悲しいからやっぱそこやと思いますね。そういうやつが多いからやっぱおめおめと稲葉が、こうなあなあで許されてきてるんやと思いますね。なるほど。下手しいそのアップフロント内部にもそんなやつはいるんじゃないかと俺は思ってますよ。もうM-lineのあれもう俺見んようにしてるんですよ、もうなんなら。あれこそもう見てもしょうがない気がして。なんかなねえ、あれね。なんかステージの奥行きが2メートルぐらいしかなくないですか？あれ、あの映像見てる限り。なんであんなことになるんやろう。昔吉本新喜劇がさ、幕が降りてさ、島屋出しの元のこの、盆長が降りてきてさ、で、降りたらちょっと狭いやん、ページが。まあそうですね。で、そこになんか芸人が出てきて、ちょっと司会では次の出し物はみたいな感じで、ちょっとお話しする時ぐらいの狭さやんな。まあね。もうあれ、あんまライブするとこじゃないんじゃないかって説もありますよ、見てれば。いやいや、本当に右田さんのバックのカーテンぐらいの奥行きやから。まあね。このM-lineはもう言ってもしょうがないじゃないですか。そうなんですよ、ね。ああ、もう。そうなんですよ、本当に。結構ね、真面目に見てみたんですよ、今回。稲葉の。冒頭に稲葉が踊ってる回をね。見てみたら、すげえなんかもう、リサマルが、もう、すげえ、私、すごいでしょ、みたいな感じでずっと司会をしてて、ずっとなんか、長谷川萌実に、すごいなんか、マウント取るんですよね。そこまでなんですか？見てへんか分からんけど。そんなに？ハルプロの曲あんま知らないでしょ、あなた、みたいな感じで、なんか、マウント取って、で、長谷川さんも、なんか、ああ、はい、そうなんですよ、みたいな。タメ口やったかなそうなんだよね。でも、あの二人、ビタスイのライブで、スキちゃんをやったりするんですよね、と思ってて。で、そのシーンがちょっと流れるんですけど、もうなんかめっちゃきついんですよ。なんかもう、長谷川さんがギター弾いて、歌ってるんですけど、長谷川さんのギターってすごいリズム感すごい悪いんで、そうなの？そうそうそう。走ったり遅なったり、走ったり遅なったりしてって、その中でね、月ちゃん二人が歌ってるのがもうめっちゃきつくてさ、一回ちょっと見に行かなあかんなと思ったぐらいきつかったっすわ。いや、一回見に行きたいなっていうのはあるんですけど、そのやっぱビタスイの座りの悪さも、もうほんまこれ誰かが一回改善せなあかんのちゃうかとは思ってるんですよ。はっきり言って。うん。もう一回ちょっと格付けせなあかんのちゃうかと。どういうふうに？いや、そのビタスイはそのどっからどこまで、どことどこの間なのかってやっぱりもう何度も言うように。うん。っていうか、どうしたいのビタスイのことをっていうのも、もう後ろの背広組とかとっ捕まえて俺聞いてやりたいと思ってるし。でもビタスイはもうずっと永遠の、一番下じゃないですか。いや、ほんまに。いや、そうなのよ。M-line ミュージックのなんかメンバーを紹介する一瞬あるんですよ、あの番組の中に。うん。で、この順番が出てきて、その愛理とかさ、は結構上の方やんか。はい。みやびちゃんとかさ、上の方におんねんけどさ、その、もういよいよまーちゃんが、あれですよ、かりんちゃんの上に来てるんですよ。さっき呼ばれてんの？そう、だから、まーちゃんは上段に、写真が上段にあって、かりんちゃんは下段にあるんです。うん。M-line格付け、残酷やな。残酷やね、だから。俺のみやびちゃんは？みやびちゃん上におんのか？みやびちゃん上やったと思う、さすがに。なんで上におんねん、お前は。ほんまに。下からやれ。何やってもあかんやん。調子おんな、ほんま、みやびちゃん。それはええけどやな。いや、ビタスイだってなんかちょっと歌えて楽器できるスクールメイツみたいな位置にありません？なんか。確かに。もう余っといたら入れとけみたいな。うん。確かに。そんなことってありますかね？でももうちょっと俺も避けられへんなってきたなと思って、このビタスイを一回ちょっと扱う回がないと、やめんちゃうかなって思うようになってきた。でもそうなるとやっぱ主戦場である M-line のライブに行かんことにはちょっと語れませんからね。嫌やなぁ。行きたくないなぁ。やっぱビタスイ単独みたいなのがあればいいんですけどね。単独はあるよ、ある。全然あるよ。あるのか。うん。あるんやけど。そっち行こうかな。あるんやけど、本当に、俺がちらっと見た感じでは、その、ステージの奥行きがもう1メートルなかったよ。ステージじゃないやん、もはや、じゃあ、それは。客入ってるんですか？客は。客はまばらに入ってて、みんな好きちゃん、好きちゃん言うてた。スマの曲やん、しかも。そんなことある？いや、でもそれはちょっとね、やっぱビタスイちょっと見に行かなあかんのちゃうかなっていう。うん。そうですよ。いや、それ以下によってはもうほんまに早うちょっと、もう出やっていう事務所って俺言おうと思ってるし。まあ出たところで、ね。そう、やっぱ二平さんの活躍とか見るとすごいじゃないですか。二平さん出たんですか？出てないでしょ？いや、もう二平さん離れたじゃないですか、事務所。あ、そうなの？アップランド関係ないんや。あれ関係ないんじゃないですか？あ、そうなんだ。元ピンククレス。おそらく。なるほどね。いや、分からへんけど、詳しいけど、まあね、M-lineとかに思いも出るようなあれじゃないじゃないですか。うん。ね、なんかあれでしょ？ YouTube のあれ、バズったりして。バズってもめっちゃバズってる。もう、芸人が。なんか、この間なんかあれ、なんかの、表紙のグラビアみたいなやつだでしょ？そうなの？そうなんやってんの？ちょっとエッチなグラビア撮ってるんですよ、二平さん。そうなんや。すごい出世してんのよ。まあでも、かといって、ね、あさひちゃんはやっぱ、この下ネタ NG やから。あさひちゃんのそのお嬢様感がまた足を引っ張ってるのよ。あさひちゃんだって長崎出身やからね。あ、そうなの？こうみんな福田マリンだ、どうだ、こうだ言うてますけど、元祖長崎といえば俺、田崎あさひちゃんと思ってますもん。そうなんや。あさひちゃんがまだなんならビタスイ組み立ての頃、あさひちゃんあれ自転車乗れなかったんですよ。うん、そうなの。あれで長崎のやつ自転車乗られへんやつ多いんやって俺初めて知りましたから。坂の町やからね。坂多いから、そう、自転車乗る、あれがないからね、習慣が。で、あさひちゃんが組み立ての萌美ちゃんと、まあ、萌えぴって言った方がいいのかな？萌えぴと、お前詳しいな。公園で自転車乗る練習して、なんか、ちょっと、もみちゃん話さないでみたいなやってたんすよ。そんな動画あったんすよ。なんか見たことある気がする、それ。みんなやっぱそこを忘れてるって、ビタスイ。ああ、なるほどね。じゃあ、俺あの時興奮したのに。川口春奈、ね、福田麻里、うん、そして、田崎朝日だと。長崎。いや、そうですよ。長崎の誇りといえば。福田麻里より、だからさっきやっちゃうね。なんで毎回毎回ピタスを後ろにすんねん、後ろに。なんちょっと好きなんちゃうのピタス。何が？ピタス好きなんちゃうあんた。いや、まあ、その、まあ、嫌いといえば嘘にはなりますよね。やっぱその、まのちゃんが好きやったから、うん、そのピアノ弾きながら歌うやつに弱いんですけど、僕。ああ、そうなんだ。朝日ちゃん出た時に、うわ、ちゃんと弾ける人やって思いましたもん。ああ。まのちゃんがあまりにもちょっと下手やったから。ああ、確かに。うん。じゃあ、ほのぴはほのぴ。ほのぴ？あ、小林ほのぴ？この音符なんかあんまりよくない。なんでやねん。何？あっちの方がうまいやん。いいかなって。そんないいかなっていう。おいおい。それだったら桃姫応援しようか思って。桃姫？ああ、それちょっと違う。あれ、生命自放置でしょ、あれは。やっぱヒューマンビートボックスとかやってるし、やっぱみんなやってるけど、もうだから桃姫にはもうほんまにそういうのどんどん上手なって、もうその江戸や猫あっちみたいになってほしいなと思ってるし。古いの知ってんな。なんか動物の鳴きまねとか、花火の音とか出せるようになってほしい。それ親父の方？息子の方？それどっちのこと言ってんの？いや、せや、二人おんねや。もう正直言えば俺、どっちも知らんし。どっちか俺、写真で見せられたら分かれへんわ。でも多分、ちらっと見たことあんな多分子供の方だと思いますけど。そうですか。もう、二人ともほんと見てないよね、もう。うん。全然見てないけど、ね。子供の頃に見ましたよ、なんか、お正月とかに。まあ、まのちゃんの話が出てきたからあれやけど、また、中西かなが困った時のまのちゃんをインスタで出しとったで、また。まあまあ、やっぱまのちゃんと中西かなの絆があるっていうのはもう有名な話というか。そうですね。ねえ、まあ、その、この辺界隈だけなんじゃないかっていう気もするけど、山田さん紙芝居にもしてましたもんね。ええ話。300人ぐらいやろな、この話を知ってんの。ちょっとどうも拡散力が我々ないもんですからね。いい話なんですけどね、あれ。いい話なんですけどね、まのちゃんと中西からの話を。知らない人はぜひ山田さんあたりに聞いてみてください。まあでもね、まあでもカナダの話がもう出てしまうとね、そうやっぱ山田さんが来てからちゃうかなと思ってたんですけどね。あ、ほんまですか。じゃあそうしましょうか、じゃあ。いや、だってそのね、やっぱ U プラスの話はもう3人でするって決めてたことじゃないですか。そうやったっけ。やっぱ山田さんも怒ると思う。なんで僕抜きでやるんやって。あ、わかりました。じゃああと10分ぐらいで来るんで。ね。あ、そうなんですか。まあ正直僕にそんな U プラスの引き出しがないだけなんですけど。全然知らんし。俺もないわ。ないわ。さっきはそれで3人でワイワイ喋らんともたんなっていう。お疲れ様。今日も一日よく頑張ったね。